試合中、ドジャースのベンチで目撃された心温まる一幕が、女性ファンたちを中心に SNS で話題となっている。大谷翔平選手が、チームメイトの山本由伸選手の肩をそっと引きながら、彼が試合に夢中で身を乗り出しすぎていることに気づき、安全を気遣う様子が見られたのだ。おい由伸、下がれと優しく注意を促すような大谷選手の姿に、ファンからは、キュン死しちゃうという声が多数寄せられている。特に女性ファンからは、この二人の兄弟のような関係性に憧れを抱くコメントが SNS で相次ぎ、彼らの人間性もまた、ファンを魅了していることが伺える。このように、プレーだけでなく、大谷翔平選手と山本由伸選手との絆が伺えるようなエピソードは、彼らのファンにとって忘れられない一コマとなった。じゃあ、キュン案件、谷さん男前や。大好物案件来たわね。あんまり前行くと危ないぞってな、お兄ちゃんに引き戻される弟くん、みたいだなって、思いながら見てたわ。由伸くん彼女かと思ったわ。真顔で、何してんのよ。この二人付き合ってるの？たまらないわ。ちょ、なんこれ、罪深いわ。罪な男よの。由伸彼女かよ。何これかっこよ。キュン死しちゃうわ。これは折界隈に共有せねば。じゃあ、何これお互いどういう心境なん？ちょっとこれは永久保存やな。これは、ええものや。付き合ってるやろ。大谷と山本由伸の二人の関係が好きすぎる。今シーズンの山本由伸選手の活躍が楽しみ、大谷とのハイタッチも見たいわ。二人の関係が兄弟みたいでほっこりするわ。山本と大谷のエピソード、ドジャースファンとしてはたまらんな。こういうチームメイト間のいい関係が、試合でのいいパフォーマンスにつながるんやろな。大谷があまりにも慣れているように見えるな、ということは普段から、丸太小屋建設せな。